こんにちは、小林愛子ですはい、今日も、えー、設定ノートの書き方やまあ、願いを叶えていくっていう設定そして幸せな生き方に関してお話ししていきたいと思います今日はですね、先日開催した願いを叶える設定の全貌というねお話し会の時のことに関して あのお話できたらと思ってます。その時ね。お話しした内容って、まあ設定ノートの書き方ももちろんなんですけれども。まあ、あり方とか考え方に関しても少し詳しくお話ししたんですね。その時の考え方で。うん、あの普段から幸せな自己中でいてください。っていうお話がありましてね。まあ、何かをする時に。 他者のこ,そことを最優先するんじゃなくてまずは自分最優先で物事を考えるようにしてっていうお話をねしたんですけれどもまあ、何かをする時にいつも喜んでもらえる形で何かをするですけれども自分のことは優先してない自分がやりたいものをやるんじゃなくて他者に喜んでもらえるものをやってるんですけれどもそれはダメですかっていうねお話だったんですけれどももちろんね あのダメというか他者をの気持ちを考えるとか他者のために何他者あの人が喜んでもらうことって何だろうって考えるのはもちろんすごくいいことだと思うんですでもその時に自分ががが全くなないいい私私はは何何したんんだだろろうううとか私は何が好きなんだろうっていうのが全くなかったら幸せな自己中じゃないですよっていうお話だったんです。 そうなのでまず幸せな自己中でいてほしいっていうところのお話だとまずは自分が好きなことって何だろう自分がやりたいことは何だろうっていうあり,方でいてあり方というか考え方でいてほしいっていうことなんですね。えそこをないがしろにしたなんか行動って後でね あれ私やってあげたのにってなっちゃうんだよっていうお話だったのです。そうこれまあ分かると思うんですけれども自分がやりたいことで自分が好きなことで他者が喜んでくれたらもっともっとすごくいいスパイラルが起きる,、ね、起きると思うんだけども自分のことをないがしろ自分はすごくなんか自分のことを考えずに他者だけを考えて。 私の気持ちだけを考えてっていうとあなんかそう苦しくなったりしませんかそうなので幸せな生き方とか願いを叶える生き方の設定もっともっとマスターしていきたい方はまずは自分が好きなことってなんだろうっていうことをノートにねどんどん書き出してほしいんです。そう自分はどううしたいんだろうとか っていうこともいっぱいノートに書き出すそしてまあ、できることをどんどんやっていってほしいなと思います好きなことやっている時とかまあそうだな好きなこと考えている時とかってなんかほっこりしませんなんかすごく幸せな気分になると思うんですよその状態が設定の時にすごくすごく大事なのでもう、まあ、書き出すだけでもとてもいい状態を作れると思うのでぜひそういった時間を 自分のためにまず作ってその先自分にそういった時間を与える好きなことをやる時間を与えるっていうことをしてくださいそうあとそうだなまあね本当にね自分ないがしろな生き方をしていると設定うまくなりませんのでね皆さん自己中になってくださいそうそうあともう一つね自分を好き になってくださいね。皆さん自分好きですか？うん。っていう方は？あの、自分が好きになるようなことを自分にしてあげてないんですよ。わかるかな？そうなので、自分のことが好きになるようなことを自分にしてあげてください。 はい、それってさっき言った自分の好きなことって何だろうって書いて自分のやりたいことってなんだろうって設定ノートに書いてでできるることとから一つ一つやってあげるといいですそしたらどんどん自分のことを好きになれると思うのではい是非今すぐ書いて今日できることをやってみてください。ははい、ではまた